映画を見てきたんだよ。ドンとブリーズ2っていう。どんぶ,り <laughs> どんぶりが13日金曜日に公開されまして、えー、丼2を見に行ってきたんですけど、丼2をね。えー、まあ評価なんですけど、クソっす。もう一言言うならば感想はもう、クソです。うん えー、米書いて、田んぼの田書いて、日ですね、うん。そう。クソです。はい、<laughs> 何がクソかっていうと、その前作と比較すると、まずホラー感がない。恐怖がない。あのー、前作の場合は一つ家の中、 で、元軍人さんで盲目の老人と、その老人の金をねつらって、不良が家に入ってきて、まさかの老人に若者たちが続々とやられるっていう、シリアスな展開だったじゃん。だけど、あの、ドンブ2は、その、1のホラー感がもう全然なくて、 その1がなんで怖かったかっていうと、あの日本のホラー映画のさ、リングや貞子もそうなんだけど、あんまりステージ変わらないんですよ。同じ家の中でずっと繰り広げられる。それがじわじわ怖いんだよね。だから、どんぶりの1も同じ家の中でずっと逃げ回っていくっていうのが、どんどん恐怖される追い。追い込まれていくっていう感じがホラーなのに、どんぶり2はステージがコロコロ変わるんだよ。 その、2でも、あの、おなじみの老人が出てくる。で、前の家がなくなって、新しいところに引っ越して住んでんだけど、まあ、あの、その家に、まあ、ちょっとネタバレになりますが、また同じように、なんか人がやってくるんだよね。その、老人を、老人と、あと老人が一緒に暮らしてる女の子がいるんだよ。幼女がいるんだけど、その幼女をねつらって、あの、また男、あの、人がやってきて、で、家の中で対決するんだけど、あのー、 その犬の中の対決はサクサクっと終わって、で、えー、その幼女が奪われて、で、えー、老人が悲しんで、幼女を取り返しに行くっていう展開なんですよ。そう。だから、そこの家でずっとやるんじゃなくて、もう取り 取り返しに行ってまた別のステージでもやり合うんだけど、なんかちょっとアクション映画みたいになっちゃって、ホラーっていうよりかは。そのじっくりとその家でバトルして欲しかったのに、ちょっとコロコロ変わってしまうから、なんかちょっと一つ一つが薄いなって思うんだよね。うん。で、あの、おかしい点もたくさんあって、そのー、2では最初の家、まあ、結構大きい家なんだけど、まあ、そこでバトルが描かれるんだけど、 ガッチャンガチャン窓は割るわ、ピストルは撃つわ、家は燃えるわなのに、警察が一人も来ないっていう、あの、なんか矛盾不思議さとい,い。で、あのー、老人がかくまってる女の子が、その、連れ去らわれて遠くに行っちゃうんだけど、目の見えない老人どうやって追いかけたんだって話じゃん。で、その、 敵が連れてきた犬に、その敵の匂いを嗅がせて、犬に、その家に帰らせると、ゴーホームさせて、その犬と一緒に散歩しながら、そいつらを追いかけていくってんだけど、どんだけ歩くんだよって話だし、もうまず、無理やんか、そんなの。もう、あの、目の見えないおじいさんが、何キロ歩くんか分からへん距離を、その車で行ってんですよ、相手は。そこを、 見えないまま歩いていくっていうのとかも、なんかちょっとおかしいし、そういうところが気づいてくると、なんかちょっと冷めてくるっていうところなんだよね。うん。あと、決定的なところ一つ。老人がめっちゃ弱なっとる。一は無敵感あるやん。無敵感。一の老人って無敵感があると思うんだけど、2の老人はすぐ、うわぁ 刺されるんですよ。すぐもう、バチーンってこう、床とかに倒れ込んで、ううわ、あーってなるんだよ。そう。何回やられんのっていう、そう。めちゃくちゃ強かった老人が、ボコスカやられるんだよね。ボコスカやられる。もここがもう、ホラー感ないんだよ。1位はもうほんと、扉1枚開けるのに3分くらい時間使ったりするじゃん。 ぎっしーでめっちゃ静かな中。ほんで、ちょっとした音にバーンとかてピスタル撃って、そこが恐怖だったじゃん。真っ暗なシーンでさ、老人と敵がいてさ、もうお互い止まってんだよ。で、シーンとしてて、ほん,んで、物音一つでっていうところなんだけど、もう2はないです、そういうシーンは。一切ないです。もうガッチャンガッチャン。ガッチャンガッチャンです。そう、なんでそんなにガッチャンガッチャンかっていうと、あの、老人って、 まあ、元軍人っていうのもあって家に金貯め込んでてで、そこになんか若者が襲いに行ったっていうのが、一のストーリーなんだけど、ーは、その後、あのー、なんだろうな、ある家、 まあ、ある家族が住んでる家が火事で燃えちゃって、ほんで、あのー、娘だけが逃げたんですよ。娘が逃げて、娘は助かったんだけど、まあ、道路で、あの、意識失っちゃってパタって倒れちゃうんだよね。その道路で寝てる女の子を、たまたま老人が見つけて、誘拐するっていう話なんですよ。で、あのー、その女の子、幼女はその記憶がないから、その、盲目のね、主人公の老人を、本当のお父さんだと思って一緒に住んでるんですよ。 一緒に住んでる。で、その、主人公、盲目のじいさんは、自分がその、 ラチった女だっていうのを、周りに知られたら捕まっちゃうし、女も取り上げられちゃうから、その女をさ、外に出さずに監禁して、一緒に生活してんだよ。そう。で、それが、こう娘がだんだん大きくなって気づいてきて、いやお、お父さんさ、みたいな、私、外に遊びに行きたいんだけどって言うけど、うん、ダメだって言って、なんでダメなのみたいな、私もう大きくなったのよ、みたいなことを言うんだけど、ダメだ、ダメだって。そう。それはもちろんそうだ。じいさんはその女の子を外に出したらさ、なんかバレちゃったら大変なことになるから出せないよね。そう。でも女の子は、本当のパパだと思ってるから、それを不思議に思ってる。なんでこんなに どこなんだろうみたいなでそうこうしてるうちになんか変ななんか武装したあの男たちがそのじいさん家に押し寄せてきてその娘をあのー、拉致るんだよ。 で、それなんで拉致るかっていうと、その拉致ってる奴らは、実は本当の両親だったんですよ。その家の家事に便乗して、盲目じいさんが娘を拉致ったってことを知ってたから、その老人から自分の娘を奪還しようと、あの、老人宅に襲ってくるわけですよ。で、あの、娘を拉致るんだけど、娘を暴れるわけよね。あの、なんで、パパやめて、みたいな。あら、パパやめてってか、その,あの、パパ殺さないで、みたいな。 ね、何この悪い奴らみたいな感じなんだけど、お前は騙されてるみたいな。このじじいが言ってんのは全部嘘だったんだよ、みたいな。で、そこで、あの、幼女初めて聞かされるんだよね。自分を育ててくれた、盲目じじいが実のパパではなかったと。そう。ただ、お前を、ラジッタは悪いじいさんだって気づく。ね、俺たちが本当のお父さんのお母さんだよ、みたいな。もうこれネタバレですけど、ごめんなさい。もうネタバレさせてください。はい。クソ映画なんで。見なくていいから。うん。<laughs> いや、見なくていいから。いや、ほんとクソなんだもん。そう。 んで、あのー、あ、じゃあ、いい話じゃんと思うじゃん。いい話だと思うんだけど、その、燃えた家は、何やら覚醒剤の工場かなんかだったみたいで、実は両親が、おみくずだったのよ。うん、なんかお薬さん。そう。で、なんか、火事の影響もあって、そのお母さんが体が焼けちゃって、もう心臓が長く持たないっつって。ほんで、なんで娘を拉致ろう と思ってたか、拉致ら,られた娘も助けようと思ったかっていうと、その娘の心臓をお母さんはパクろうと思ったんだよね。簡単に言うと。そう。<laughs> ねだから、実は両親もめっちゃ悪い奴だったんですよ。両親も悪人なんですよ。そう。だから、悪人と悪人なんだよね。うん。まあ、そこに、ま、ちょっと、あの、ええー、っ驚かされるシーンはちょっとあるんだけど、そう、クズなんだよね。そう。んで、あのー、その、 えー、連れさ、連れ去ってった、さらに連れ去ってった両親と女の子を助けるべく、その桃子のじじいは、助けにまたやってくるんだよね。そう。んで、悪い奴と悪い奴が戦うっていう。そう。<laughs> そんなようなストーリーで描かれていくっていうね。うん。だから、もうなんかホラーっていうよりかは、なんか悪い奴と悪い奴のアクション映画みたいな感じで、そう。どっち頑張れって言えばいいのかなみたいな。いや、どっちも頑張んない。どっちもクズやんけ、みたいな。で、なんで、そしたらじじいちょっと頑張れないと思うじゃん。 ねえ。お、じじい悪い奴なのにちょっといいやつや、みたいな。じじい頑張れと思うんだけど、じじいは、あのー、最後の方にね、その幼女にとんでもないことを言うんだよ。あの、うぅ、うーとか言いながら、もうやられてるから、うぅーとか言いながら、俺はでも、もう俺はお前とは暮らせないんだ、とかって言うの。お前は行けーとかって言うんだけど、あのー、 いろいろ知ってもそれでも自分を育ててくれたのはこの目の見えない老人だからパパって言ってお前は行けって言うんだよ。だけど行けないって言うんだよ。じゃあいい、俺はランスとか言って俺はレイプしたんだとか言ってもうほんと小学生があるかどうかの女の子にレイプの話し始めるんですよ。過去の話を。俺は人も殺してきたし女をレイプもしてきたんだだから一緒にいられる人間じゃない 俺は怪物だーって言って、ちっちゃい幼女に、ば、自分で自暴暴暴露するんだよ。ほんで幼女、ポカーンってするんだよね。そう。<laughs> 最後の最後で言わんでもいいのに、自分で俺はレイプマンだーって言って、暴露するんですよ。もう何それって話でさ。で、ね、老人それで自暴自棄だって、うーとかって言ってんの。え自滅やんっていう。自滅やんか、みたいな。そう。っていうのがあるんだよ。うん。ダメやなのだって。だから、 もうちょ、訳わ,わかんないの。ホラー感ないのよ。まあ、ドンブリ一はもうめっちゃ怖かったでしょシリアスな展開で、本当にホラー映画っていう感じで、まあ内容もわりかししっかりとしていて怖かった人も多かったと思いますけど、2はもう全く怖い要素ないし、なんかアクションになってるし、ストーリーめちゃくちゃやし、そのストーリーに沿った展開がないし、 桃子のじいさんは何十キロ犬と一緒に歩いたんだって話だし、警察一人も出てこないし、そんなにドンパッチやってんのに、う、うーの一つないし。<laughs> なのに、あの、サイコパスだった主人公のはずなのに、ちょっと、おん、娘だけは大事にしてて、ちょっといいパパ演じてるし、なのに最後にその、これから人生がある娘に自分がレイプしたこと告白するし、もうなんじゃこれっていう感じになって、もうじじキャラ、ブレブレっていう。 もう、怪物なのか、いいパパなのか、どっちみたいな。怪物なんだけど、でもこの娘にはいいパパっていうのを多分やりたかったんでしょうね、監督はね。そう、どんぶり力、見てる人からすると、この男って超怪物で、もう、異常性癖でサイコパスでっていうのはわか、わかってると思うし。で、そういう人なんだと思ってるんだけど、でもそんな男でもこのちっちゃい女の子にだけは、パパなんだよっていうのを、やりたかったんだけど、じゃあ、それ、ホラーじゃないじゃんもう、 もうじゃあなんでホラーでそれ作ったのよ。ホラー映画なんだからさ、こっち怖がりに行ってんだからさ、怖い要素ないじゃん、そんなの。いい人出しちゃったらさ、ねえ、過去めっちゃ悪い男だけど、最愛の娘を守るために、ね薬に手を染めた両親から守るアクション映画やん。ねえ。マジで。ドントブリーズじゃないじゃん。ねえ、何が息が止まるや、お前。あかお前。ふざけんじゃねえよ、お前。 違う相手止まらんわ、こっちは。パカーって相手、お前。アングリーだわ。の。ふざけんじゃねえって話でさ。そう、老人が情愛いちゃったのかなっていう。いや、違うんだよ。あの、もともと娘死んどるから、レイプしてでも娘が欲しかったんよ。だから、たまたま道端に火事に巻き込まれ、倒れてる女の子を見て、なんか自分の娘だと思って育てるようになっちゃったんでしょ。うん。単純に。だから、じじいもじじいただの誘拐犯だからね。人んちの娘、誘拐してるからね。誘拐犯。うん。 エンドロールの後見た。いや、もうクソすぎてね、出ちゃった。エンドロール中に。うん。久々で出ちゃったよ、エンドロール中に。いつも最後まで見てるんだけど、エンドロール中にあの出ちゃった。あ、あの後まだあったのええー。まあだから、これ聞いて逆に見に行きたくなる人もいるかもしれないね。あそういうネタ作品だと思って。いや怖さはないです。ちょっとグロい要素はあるけど、 腕切ったりとか、目つぶれたりとか、グロい要素もなくはないけど、まあでも、あのー、なんか前回よりはなんか怖くもないし、グロさも抑えられたんじゃないかなとは思いますけどもね。うん。で、まあ感想の一つとしては、監督犬好きすぎっていう。また犬かよっていう。犬の活躍がすごすぎるっていう。うん、もう、あのー、監督犬好きすぎんかっていう。1も犬じゃん。2も犬なんですよ。ずっと犬出てんだよ。 めっちゃ犬出てくるんだよね。うん、<laughs> 監督犬好きすぎっていう。もう犬メインやんけん、みたいな。そう。前回の犬す、強すぎたっていう。そう。前回の犬今回も出ますよ。で、新しい犬も出てくる。犬2匹出てくるんだよ。もう犬霊がだからね。前回の犬だけじゃない。あの犬を引っ張るんじゃないんですよ。前回の犬も出つつ、新しい犬まで出てくるからね。そう。そう。だ犬2匹出てくるんですよ。犬出っ放しですよ。犬出っ放し。ワンコ尽くし。うん。 二匹になりましたもん、今回。どんぶり2は、もう犬映画です。もう監督犬好きすぎ。うん。あんなにドンパチちゃってるのに警察来なさすぎ。うん。目の見えないおじいさん何キロ歩いたんだ歩きすぎ。うん。いや、全員クズすぎ。ね興味あったらね。もう公開されてるんで見てほしいですけど。いや、残念だったね残念だった。前回を100とするなら今回は2だもん。うん。 残念だったね。いや、一応2点。うん2点ですね。いや、あのー、ここまでクソに振り切ってくれたことによって、レビューとネタバレする価値にはなったんで、ま、あ2点をあげたいなっていう。中途半端なクソだと、なんか話しづらいので、ここまで振り切ってクソだと、ま、あこれはこれでネタになるのかなっていう感じはするので、一応2点をあげたいなというところなんですけどもね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。 僕にとって配信は遊びじゃねお疲れ様でしたセンキューよし